様です。告知です。来月9月の6日火曜日に、高尾山に登ります。はい。まあオフ会ってことでもないんだけど、もし誰か一緒に高尾山登りたいよっていう人がいたら、ぜひ皆さんも一緒に来てください。うちのメンバーだいたい16人ぐらいかな。一応今参加することになってます。まあ畑さんとか全速さんとかね、竹馬さんとかね、ヒドロ君もいますよ。まあその辺のみんなで、高尾山を登ろうと思っています。日程時間的なものは、9月の6日の火曜日、午前11時に、京王高尾線の高尾山口駅前に集合。高尾山の一番麓の駅ですね。京王線で、来て、その駅前に皆さんで集合してください。11時にそこに集まって、おのおの、まあ団体で、いくつかルートがあるんだよね。で、まあ体力によって近いルートとか、お前は体力あるから遠回りしろとかね。いろんなそういうルートを選んでみんなで頂上を目指します。まあ、頂上っていうか、その、ロープウェイの終点の駅のそばかな。ビアガーデンみたいなのがあるんですよ。そこに、だいたい13時頃に集まって、みんなでご飯食べましょう。はい。まあ、ビアガーデンなんでビール飲んでもいいし、バーベキューはちょっと高かったから、まあ、そこのなんか、フードコート的なものでみんなそれぞれラーメン食べたり、なんか適当にすればいいんじゃないかなと思ってます。はい。で、その後に、だいたい14時、15時頃かな。本堂の方にみんなでお参りに行ったり、本堂のすぐそばのその頂上の何見晴らし台みたいなところに行ったりしたいなと思ってます。はい。でまあもちろんその場で頂上で解散というのもなんだから、まあ下山するのもみんなで下山して、一応まだ駅前で、夕方だいたい5時頃かな、17時頃に解散を考えてます。もちろんみんな汗ベトベトだからさ、その場で駅前に確か温泉があるんだよね、高尾山駅って。でそこのお風呂に行ったりしてもいいしと思っています。はい。一応、費用としては、もちろん参加費とかは別にかかんないんだけど、登るのもタダだよね。歩けばタダだし、まあ、上でご飯食べるのはもちろん自分で食べるじゃん。そのぐらいかな。あと、まあ、温泉入るなら温泉のお金も必要だし、そのぐらいなんじゃないかな。だから、一人でさ、山登るのって結構嫌じゃん。だけど、みんなだったら結構楽しいと思うんだよね。なので、まだまだ9月の頭だから暑いかもしれないけど、頑張って山登ってみませんか？僕も登ります。はい。そういう感じでやろうと思ってます。参加申し込みとか、ないんでしょ？猿のことも言って。猿？あ、猿ね。登りたくない人は。あ、そっか。足腰に自信がない人は、ロープウェイ及びリフトがありますので、お金を払えば全然苦労せずに上まで行けます。でも早く着きすぎちゃうじゃん。みんながだって2時間ぐらいかかってくるから。でもお猿さん見るから。そう、その間に近所の猿園があるから、そこで待ってるんでしょ。そう。私はちなみにリフト登らない。明日は私は歩かないで、お猿さんだけ上で猿を見てると。うん。誰と一緒に行く？竹馬誰もいないの。そうなの。竹馬歩きたくないから一緒にリフト乗るんじゃないかって説もあるけど、登りたいって言ってた。あ、そうなんだ。まあいやということで、そう、足腰に自信がない方もリフトで行けるし、はい。ということで、たまにはみんなで体を動かしましょうという高尾山登山企画です。はい。お金はだから自分で使う分を考えて、特にだから、初めからこれだけかかるよってことは特にないんだけどね。はい。もう全部歩くぜ。何も食わないぜって言ったらタダで行ける。うん。俺は食べるけどね。うん。ちなみにね、頂上の、そうだな、頂上でご飯食べるか、でもさ、麓の蕎麦屋の方が美味しいかもしんないんだよな。ご飯食べてから登る？いや、それはきついね。そうそう、お腹痛くなっちゃう。途中でね、うんこしたくなっちゃうもんね。じゃあ上で食べるか。お弁当買ってく？まあいや、いろいろあるんですけどね。高尾山駅結構最近綺麗になってて、すごいなんか、洒落た店も結構ある。いい感じですよ。参加したい人、当日いきなり11時に、高尾山駅の前に来てくれてもいいし、まあ、事前にちょっとなんか質問とか、問い合わせがあったら僕の方に DM 送ってくれればお答えします。はい。みんなで、高尾山登ろうじゃないか、ということでした。あ、ちなみに頂上のほら、ビアガーデンみたいなところはテーブルとかもちゃんとあるから、そこで山の上ディエマとかもできるんじゃない？いないか。俺はちなみにそこでパック開封するけどね。毎日パック開封チャレンジは高尾山の頂上でやるつもりです。はい。ということで皆さんのご参加お待ちしてます。一緒に山登ろう。じゃあ。